私たちはでも香港でミュージックビデオを撮ってみたいなって思うんですよね。やっぱり香港の街並みってやっぱりねすっごい綺麗じゃないですか。おはい、ダンバラルル。おはい、金沢智子。おはい、宮崎ゆか。おはい、宮本がりん。おはい、稲葉真中。おはい、高木さゆき。おはい、上村あかり。日本と比べてすごい、なんだろう、熱く、さらに熱く盛り上がってくださる方がすごく多くって、で日本ではそのまんべんなく結構いろんな曲が好きな方が多いんですけど、結構シングル曲の人気がすごいなって感じていて、すごい嬉しいなって思います。3月に柳川七海ちゃんが卒業してから、7人でパフォーマンスするのは初めてなので、そういう意味でもこう新しいジュースジュースをこうして、香港でお披露目できるのも嬉しいですし、日本から来てくれてる方もいたり見かけたりとかしたので、そういう部分でも楽しんでもらいたいなって思うし、もちろんファンの皆さん、香港のファンの皆さんにはいつも遠くでも応援してもらってるので、一生懸命パフォーマンスしてかっこいいなと思ってもらえるように頑張ります。はい、私は一番この中では新メンバーになるんですけど、普通はこう先輩方から先にお弁当選びとかをして、あの好きなものを食べるっていう感じになると思うんですけど、ジュースジュースはじゃんけんで決めるので、先輩後輩関係なくじゃんけんで勝った人が好きなものを食べれるっていうルールのようなものがあって、それはすごくなんかちょっと申し訳ないなと思いながらも、勝ち取れた時はすごく嬉しいです。はい、ジュースジュースはあの他のハロープロジェクトのグループに比べてもすごくライブが多いグループで、私たちみんなライブが大好きなので、やっぱりライブでのパフォーマンスに注目してもらいたいなと思いますし、あのワールドツアーもやらせていただいていたり、こうして香港にも来させていただいていたりと、海外での活動も多いかなと思うので、これからもたくさん活動を伸ばしていけたらなと思います。おー、私たちはでも香港でミュージックビデオを撮ってみたいなって思うんですよね。やっぱり香港の街並みってやっぱりねすっごい綺麗じゃないですか。本当に綺麗なので、いや本当にまた来たいし撮りたいしって感じです。達成したい目標というか、6月17日に、リーダーの宮崎由香さんが卒業されるコンサートが日本武道館であるんですけど、まあ、そういう大きなステージとかにもたくさん立ちたいですし、またこうやって香港とかに来てこう海外ツアーとかもねまたできたらいいなって思います。ジュースジュースで本当にラジオだったり演技だったりいろんなことをさせてもらったので、それを幅広くまたちょっと自分のやりたいことを突き詰めていきたいなっていう風に思っていますし、香港にもまたぜひ行きたいなって思うので、もっともっと世界でも活躍またちょっとずつでもできたらいいなって思います。はい、香港の皆さんはですねいつもとてもね熱くねあのライブを盛り上げてくださってとても嬉しいなと思うので、これからももっともっと熱くジュースジュースを応援してもらえるように頑張ります。応援よろしくお願いします。デンザオティン、チャニャン、ライジャパン。